はい、こんにちは。こうやって動画で喋るのは、すっごい久しぶりだけど、見ていただいたのが、ハリー・ポッターのやつね、ツリー・オブ・ホグワーツ・マジックっていうやつで、場所はどこでやっているのか、東京駅。っていうか、東京駅にある丸ビルの1階にこういう風にやってるよっていう。開催期間は、11月11日から、来月のクリスマスまでだったかな。確かそういう感じだったと思います。で、動画で音が消えてるところが、が、あ、ところがあるのは、まあ、著作権、音楽の著作権っていうところで問題になるので、ミュートという形を、取らせていただきました。まあ、で、ハリー・ポッターのクリスマスツリーの近くにグッズ売り場もあって、そこも大盛況で。まあ、早くね、2023年になって、ハリー・ポッター・スタジオ・ツアー東京ができればいいなって、思いました。まあ、そこに、まあ、そういうのができるまでの間にどういうイベントがあるのかっていうと、今のところやってるのが、喫茶店のタリーズっていうところで、ハリー・ポッターの、そういうグッズ販売っていうか、と飲み物とかをやっていて、で、店頭での先行販売は、東京駅周辺、っていうか、丸の内って言った方がいいのかな。そっちの方もグッズは残ってなくて、で、オンラインストアに関しては、マグカップ売り切れてて、みたいな。他にも売り切れてるので。で、その次にやるイベント。これは大阪でやってたやつが東京会場に、になって始まるのが、12月18日から3月27日、会場が東京ステーションギャラリー。まあ、ハリー・ポッターと魔法の歴史展っていうのが、ありますっていう。チケット買えるのが今月29日。で、これ、入場するための、入場分のチケットが、こう、買える日にちっていうのが変わってるので、それも、動画の説明欄っていうか、なんかそこら辺に、忘れなかったら貼り付けておきますね。ってな感じですね。まあ。というわけで、ハリー・ポッターの、ちょっとこういったものを、見に行ってきました。人気がすごかったんで、ネットのニュースとかで、どこかが取り上げて、で、そこにコメントが残せるじゃん。それを見てる限りだと、こう、ハリー・ポッター・スタジオ・ツアー東京は、みたいな、まあ、良くないことを書いてる人が、
まあ、いるんだけど、まあ、あれはごく少数です。本当にごく一部。ごく一部の少数の方たちが、そうやって、としまえん跡地にできる、ハリー・ポッタースタジオツアーについて、良くないことをね、書いてるっていうだけなんで、まあ実際できて遊びに来たい方はどうぞっていう感じかなって思いますよ。本当に少ないんで。あまり気にしなくていいよっていう、まあネットに載ってるそういうのとか見て気になっちゃう方はいると思うけどね。あんまりそういうのは気にしなくていいよっていう。まあ、ハリー・ポッターがどれだけ人気なのかっていうと、この動画のさ、まあ私が喋ってるところにこう、写真っていうか、載ってるけど、こうやって人がいるじゃん。これごく一部で、時間がまだ夕方5時とかになる前。なんで、それ以降は、いっぱいいるよっていうだけです。まあ一旦ここで話終わるね。ここからが、ホグワーツの魔法の木の、で、映像撮影方法と、で、あとは写真の撮影方法に、ついて、説明というかお知らせします。使ってるスマートフォンが、iPhone の場合は、カメラアプリ立ち上げて 4K を選択してくださいっていう。で、まあそういったもので撮影。で、スマホが Android の人は、まあ機種によって違うんだけど、4K もしくはフル HD で撮影を、行ってくださいということです。で、あと写真については、カメラの設定よりフラッシュをオンにして撮影開始してください。ということです。実際に映像が始まってる時はフラッシュオンに撮影すると他のお客さんにこうちょっと迷惑っていうかなってしまうので、そこは気をつけて、動画撮影時に関しては 4K で撮影しましょうっていう。理由は何なのかっていうと、映像が映らないっていう。プロジェクションマッピングで、まあ、表示されるものが、まあ、映らないので。なので、そういう設定に、しましょう。まあ、画面見てもらえばわかるけど、そういうふうにして撮影してください。で、時間が、夕方の17時から10分間隔であるので、時間の最後が21時が最後なんで、1日の中で。まあ、都合のいい日に行ってみていただければと思います。この画面に映ってるろうそくもくるくる回ってるよっていう。で、説明っていうか、これは、以上です。みんなでハリー・ポッターを楽しみましょう。では、終わります。またね。バイバーイ。